最強の快速ストライカー、前線を光のごとく駆け上がり多くの得点を挙げてきたスーパーストライカーたちを皆さんはご存知でしょうか。ボックス内でボールを待ち確実に仕留めるのもストライカーの醍醐味ですが、自らの足を生かしてチャンスを作り、そして自ら決めてしまうというのもまた気持ちいいもので、その都度私たちに興奮を与えてくれますよね。そのため今回は歴史に残る快速男の中でも結果を残してきた最強快速フォワードたちにフォーカスして話していきたいと思います。ガラスの天才と呼ばれた男から世界最強のストライカーと呼ばれた男まで紹介していきたいと思いますし、最後には迷いましたが瞬間的に皆さんにインパクトを与えたあの野生ストライカーも登場します。じっくりと話していきますので、興味がある方は最後までどうぞ。まずは主にトッテナムやレアルマドリードで快速ウィンガーとして躍動したこの男を紹介したいと思います。ガレス・ベイル。ボールを持てば異次元のスプリントでドリブルを開始し、前線へと駆け上がり理不尽にも相手守備陣を簡単に振り切ってしまうベイルですが、前世紀は一度スピードに乗り切ってしまえば誰も止めることができませんでした。特にトッテナム時代のベイルは凄まじく、最初左サイドバックでキャリアをスタートさせながら、その類まれな身体能力はより攻撃的なポジションでこそ魅力を放つようになり、左ウィング、トップ下と徐々にゴールに近い位置へ移動、中でも左サイドを駆け上がっての綺麗なグランダークロスや角度のないところからの強烈なシュートはベイルならではの攻撃スキルだと言っていいでしょう。そんなベイルの最も得意としていたプレーといえば、カウンターを行う際のスピードを生かした持ち上がりで、相手ディフェンスラインが全く落ち着いていない間に中央突破を敢行、周囲を使うことなくボックス内に一人で侵入しては最後ゴールキーパーとの1対1で歓声のままにゴールを決めてしまう、本当に天性のスピードスターと言っていい選手でした。そしてそのスタイルは移籍先のマドリーでも変わらず、クリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマと結成した BBC トリオは当時の欧州サッカーをこの質で破壊し、ベイルもまた重要人物として君臨、ポジションは右ウィングへと移ることになりましたが、マドリーでも変わらず破壊的なスピードと強烈なミドルを何度も見せ、一時はロナウドに代わるエースストライカーとしてペレス会長からも期待されるほどでした。そんなベイルの最も有名なシーンといえば、コーパ・デル・レイ決勝バルセロナ戦の後半40分、ハーフラインでボールを受けたベイルは相手ディフェンダーをギリギリまで引きつけるとプレスの前を見て前にボールを大きく蹴り出し爆走、ディフェンダーバルトラは追いつくことすらできず、最後はゴールキーパーのニアをぶち込んで得点。これによりマドリーは優勝を果たし、ベイルもまたその足を世界中に見せつけることになったのでした。その後ベイルは世界最速となる 36.9 キロを記録するなど、まさにスピードにおいては右に出る選手がいないレベルにまで評価をぶち上げますが、その後のベイルは怪我に泣く日々を送ることに。チャンピオンズリーグ決勝での理不尽バイシクルや輝かしいシーンも一部ありましたが、トッテナムのローン移籍、ロサンゼルス FC でのプレーを経由して23年1月9日現役引退を表明しました。ただもし彼が怪我をしなければロナウドやメッシの域へ達していたかもしれない選手であり、そういった世界線もあればとても嬉しく思いますよね。現在は大好きなゴルフに勤しむ毎日のようなので、酷使した体を癒して自由な将来を過ごしてもらいたいものです。続いては現代サッカーにおける最強のスピードスター、キリアン・エンバペ。彗星のごとくモナコで頭角を現したエンバペは当時からフランスの未来を担う存在として多大な評価を受けていましたが、当時から彼の大きな武器は圧倒的なスピードでした。モナコ時代のエンバペは基本的にウィングでプレーをしていましたが、カウンター実際でも失踪し相手の裏を取ると追いつくことすら許さずにそのままゴールキーパーと1対1というシーンを何度も演出しており、当時10代ながら相手を嘲笑うかのごとくかわし続けました。もはや怪物のごとく速さは技術化した現代サッカーにおいても破壊力を発揮しており、フランス代表が優勝を成し遂げたロシアワールドカップではその圧巻のスプリントと高速ドリブルで世界中のサッカーファンを魅了してくれましたよね。その後パリサンジェルマンへ移籍してからもネイマールと共に強力攻撃陣を支え続け、最速30キロ前後の快速を生かしたエンバペはリーグワンで5年連続得点を記録、年を重ねてもスピード感あふれるプレーを見せ続けました。しかし先ほどのベイルはよりオンザボール時にスピードを見せるのに対して、エンバペはオフザボールの動きでもスピードを生かした動き出しで相手を翻弄します。例えばさっきのスタッドランス戦では右サイドからクロスが送られる際に通常のフォワードはボックス内でシンプルにニアかファーへ動き出す傾向がありますが、エンバペは相手ディフェンダーがボールウォッチャーになったのを確認すると一度ニアへ走る動きを見せた後素早く方向を変えてスプリントを開始、これにより完全にフリーになったエンバペは綺麗に得点を決めてしまいます。これはエンバペのスピードがあるからこそ簡単にゴールにつながっているわけですが、そのスピードを生かすサッカー頭脳という部分でもエンバペはワールドクラスであることが浮
伺えるシーンであり、エンバペの憧れであるロナウドにも通用する技術なのです。その他カットインしてからのニアへの強烈なシュートや PK の技術、そして大舞台でこそ本領を発揮する勝負強さに磨きをかけたエンバペは現在世界最高のストライカーとして称賛されており、将来的にはメッシやロナウドのようにバロンドールを勝ち取る未来に期待が集まっています。そして現在マドリーという銀河系軍団に入ったことで彼のスタイルは維持されるのか、そして年齢とともに怪我のリスクやプレースタイルの変更はされていくのか注目されていますが、天井が見えない選手ですので年齢とともにさらに進化していくドナテロから目が離せませんね。スピード型フォワードといえば他にも様々な選手がいますが、次に紹介するのはワンダーボーイと言われたあの選手です。マイケル・オーウェン。ユース時代からリバプールで経験を積み、そのままプロデビューを果たしたオーウェンですが、10代から173センチながら圧倒的なスピードでプレミアリーグの得点王に輝くなど、異常なほど若い年齢で全盛期を迎えた選手でした。特にカウンターの際裏へ抜けるスピードはセンターフォワードの選手では歴代トップクラスであり、後方からのロングボールに抜け出して得点を決めるシーンを何度も見せてくれましたよね。またオーウェンがただのスピードスターではないのが、点取り屋としてのスキルが異常なまでに備わっていることであり、リバプール時代の彼はどんな状況でも相手を振り切ってゴールを目指し続けました。それはハーフラインなどゴールが離れたエリアでも同じで、ひとたびボールを持てば快速を生かしたドリブルで相手を置き去りにし、そのまま簡単にゴールを決めてしまうのです。そのためベイルやエンバペ以上にゴールへの意識の強い、まさに天性のストライカーであり、一時代の輝きで言えばプレミア歴代でも最高レベルのストライカーだったと思います。しかしその後マドリー移籍や大きな怪我を連発したオーウェンはかつてのスピードが鳴りを潜め、ユナイテッド移籍する頃にはプレースタイルも様変わり、もちろんその後も引退するまでに持ち前の攻撃センスで数多くの得点を挙げてくれたわけですが、リバプール時代の輝きがあまりに凄すぎただけに非常に残念に思わざるを得ないですね。現在は解説者などサッカー界とも近しい存在として活躍しており、時折愛する古巣への厳しいエールも見受けられますので、これからも優しい目で後輩たちを見てもらいたいですし、また彼のようなストライカーが出てくると嬉しいですよね。次の4人目ですが、全盛期はスピード、テクニック、俊敏性など多くのスキルを併せ持ち、歴代最高のストライカーとして評価されたブラジルのフェノーメノロナウド。元祖ロナウドとも呼ばれるブラジルが誇る最強フォワードですが、ブラジル国内でキャリアをスタートした後はオランダ、スペイン、イタリアのクラブを中心に欧州中を席巻。特にワールドカップをはじめとした大事な大会で得点を量産する姿は圧巻の一言で、彼なしで90年代から2000年代にかけてのワールドカップを語ることはできませんよね。優勝した94年ワールドカップで出場機会を得られなかったロナウドは続く98年大会でエースとして躍動。ここで MVP に輝く活躍を披露すると、全盛期で迎えた日韓ワールドカップでは8得点で得点王とドイツを下して優勝トロフィーも奪取。その後も2006年ドイツ大会で得点を積み重ねた結果、現在もワールドカップ歴代ゴール数2位の成績を叩き出すなど、ワールドカップイコールロナウドといった具合に強烈なインパクトを残したのでした。そんなロナウドといえば基本センターフォワードを主戦場としていたこともあり、中央でパスを受けて一気に抜け出すシーンが多いですが、特に中央のエリアでボールを持てば相手ディフェンス陣を一人で翻弄してゴールキーパー前へ侵入。特に多彩なフェイントはロナウドの特徴で、華麗なダブルタッチに高速シダースはロナウドの代名詞と呼ぶべきものでした。そしてひとたび相手をかわせば一気に加速して置き去りにするシーンが多く、スピードとテクニックを最も融合させた完全無欠なストライカーだったのです。残念ながらブラジル人らしく不摂生から体型を崩し、マドリー晩年頃からは怪我も多発しパフォーマンスレベルが低下していきましたが、それまでの輝きを見れば同じスピードに優れたフォワードの中でもレベチな存在なのが伝わるかと思います。やはりスピードに優れた選手は怪我と戦わざるを得ないのかと思わされましたが、その後彼と同じような選手は未だ出ていませんので、その瞬間風速という意味ではロナウドは歴代ナンバーワンかもしれません。そして引退後のロナウドはフルスクルゼイドのオーナーやバレアドリードの会長を務めたりとサッカー界に携わっていましたが、クルゼイドの経営権を売却した後、サッカーはあまりに退屈、テニスならば5時間見続けられるという爆弾発言を行うなど、ある種精力的に活動しています。これまでサッカーに触れてきたからこその発言かと思いますが、そんな彼だからこそ自由なスタイルで世界のトップまで上り詰めることができたのでしょう。続いての快速フォワードは現在もリバプールの王として君臨する最強ウィンガーモハメド・サラーです。エジプトでキャリアをスタートさせた後に、王はスイス、イングランド、イタリアのクラブで経験を積み、2015年にはローマで覚醒。その後マイケル・エドワーズスポーツディレクターの強い勧めもあり、現所属クラブリバプールへ移籍すると、ここから彼の伝説が始まりました。そんなサラーもまたトップスピードが速い超一流のストライカーであり、ファンダイクやアーノルドから供給されるロングボールに抜け出して一人で決めてしまうシーンをこれまで
で何度も披露。ドリブルスピードもかなり速く、一度抜き去ってしまうと簡単に追いつくことを許さず、相手としてはさらに裏へ抜け出させない、ファールをしてでも止めることが必要になるのです。また決定力も凄まじく、右サイドを音速で駆け上がりフリーの状況を作り上げればかなりの確率で得点を決めており、特に一度カットインしてからカーブをかけながら決めるサラー独特のシュートスタイルは右ウィングのお手本と呼ぶべきものですね。そういった能力を持つことからエゴイスティックな一面がある反面、味方へのチャンスメイクもかなり高精度で、ファイナルサードにおける彼の創造性はリバプールの大きな武器になっています。そしてサラーは他のスピード型フォワードとは一線画す特徴があり、最も大きな強みが怪我をしない強靭な体です。これまでサラーはどのシーズンでも長期離脱することがなく、他のオーウェンやロナウドら往年のストライカーたちが怪我に苦しんでいたのに比べるとレベチに稼働率が高いです。そのため現在のリバプールは彼なしで語ることはできないほど多大な影響力を誇っていて、後継者問題は常に論争を巻き起こしているのです。個人的には右ウィングという縛りで言えば現在世界ナンバーワンと言ってもいい選手だと思いますので、32歳を迎えキャリアも成熟期に入りつつあるサラーには最も自分が優れたウィングであることを示し続けてもらいたいですね。次は黒ひょう、黒い宝石の別名を持つカメルーンのスターであり、そしてアフリカ年間最優秀選手を4度受賞した最強のストライカーサミュエル・エトー。バルサ時代の活躍が印象深いエトーですが、そのキャリアの始まりはユース時代を過ごしたレアル・マドリードであり、スター選手たちの陰に隠れながらもレンタルで牙を磨き続けました。そしてマジョルカでエース級の輝きを示した後、マドリーのライバルクラブであるバルサへ移籍しており、スペインの二大巨頭どちらにも所属した珍しい選手の一人です。そんなエトーの特徴は身体能力を生かしたプレースタイルで、特に相手の裏を取ったりポケットの深い位置でボールを持って相手をドリブルでかわすシーンは印象的なものがありますよね。足元が本来器用なタイプではありませんが、相手の判断を上回るプレースピードでゴールへと邁進する姿は彼が本能のストライカーであり、どんな状況でも得点への意識を切らさないことの証明だと思います。またスピードと同じくらい彼の強みとなっているのが得点パターンの多さで、無理な体勢や角度のないところからシュートを叩き込むことに長けており、そのシュートスピードも強烈すぎるため、これまでレベチな得点数を重ねてきました。特にバルサ時代ペップから戦力外と言われながら結果で黙らせたのは素晴らしく、人間性はエゴイスティックすぎるところはありますが、それ以上に逆境の中で数字を追い求めることができた、いわゆる誇り高き点取り屋でもあるのです。バルサ退団後はインテルで3冠達成に貢献した後、さまざまなクラブを転々としましたが、2019年には現役を引退、現在はカメルーンサッカー連盟の会長を務めていますので、アフリカのサッカーがさらに発展するよう活躍してもらいたいですね。では7人目の選手ですが、歴史上最もゴールを積み上げてきた偉大な男を選びました。クリスティアーノ・ロナウド。現在は身体能力の衰えなどもあり、プレースタイルがストライカー寄りに変化してきたロナウドですが、第一次ユナイテッド在籍時やマドリー初期は圧巻のスピードを武器にサイドを制圧する生っ粋のドリブラーでした。まずユナイテッド時代は主にサイドでプレーしたロナウドは、高速シダースをはじめとしたフェイントを駆使しながらプレミアの屈強なサイドバックたちを幾度となく突破。特に右サイドではドリブルで縦にも内にも入り込み、アシストと得点を量産するなど、ただドリブルが上手い選手ではなく数字も残すスーパープレイヤーでした。今でこそ中央に位置してフィニッシュの役割を担っていますが、当時のロナウドは自ら仕掛けてチャンスを作り、得点を決めるところまでを一人で行ってしまえる、異次元という言葉だけで語ることはできないプレミア史上最高の怪物だったのです。そんなユナイテッドでバロンドールを獲得するなど、選手として完成していったロナウドは0910シーズンからマドリーへと移籍。移籍した当初はユナイテッド時代のプレースタイルが色濃く残っており、左から一人でドリブルしてカットインで決めてしまう場面は私の目から焼き付いて離れません。またコロコロからエイジルやクロースら天才たちの存在もあり、パスの受け手としての才能も開花させたロナウドは裏抜けの技術なども向上し、カウンター時は一度抜け出してしまえば一人で得点するシーンもしばしば。そのうちマドリーは常にロナウドに依存し続ける日々を送ることになるわけですが、彼の圧巻のパフォーマンスもあってチャンピオンズリーグ3連覇という前人未到の大記録を成し遂げたのでした。その頃のロナウドは徐々にプレーエリアを内へと移しながら、よりフィニッシャーとしての仕事に専念。マドリー晩年、ユベントス、ユナイテッドの日々はスピードを失いながらも頭脳と跳躍力を生かしたボックスストライカーとなり、現在に至るまでゴールを量産しています。スピード型の選手の場合は晩年にかけて成績が下降することが多いわけですが、年齢を重ねても自らの存在価値を示し、運動量が減っても常に影響力を誇示できているのはロナウドだからこそできているのでしょう。まだまだアジアチャンピオンズリーグで優勝するまで彼の戦いは終わらないはずなので、最後にアジアを制覇した後、彼の意思を受け継いだポルトガル代表がワールドカップで優勝を果たすシーンをぜひ見てみたいものですね。
次に取り上げるのはフランス史上最高のストライカーとして2000年代に君臨し、そのスピーディーかつ華麗なスタイルで世界を魅了した天性のストライカー、ティエリ・アンリ。モナコでプロデビューし、その後ユベントスでアンリは当時から期待のサイドアタッカーとして注目されていましたが、そのポテンシャルが成績へつながらない厳しい日々に終始。そこで彼の実力を認め、モナコ時代にトレーニングを共にしていた恩師ベンゲルが声をかけたことで伝説のアーセナル移籍が実現し、そこからアンリは常人離れしたプレーの数々でイングランドサッカー界を虜にしていきました。基本的にセンターフォワードの位置でプレーすることになったアンリでしたが、左に右に自由なポジショニングからチャンスを作り上げることに長けており、後方からロングボールを受けたアンリは圧倒的なスピードとボディバランスで相手ディフェンス陣を破壊。特に左サイドでボールを受けた際はシンプルなボール運びだけで相手センターバックを置き去りにしており、その一瞬の加速、そしてトップスピードの速さはプレミアの歴史上でもトップクラスの脅威をライバルクラブへ提供しました。そのためアーセナルはアンリまでなんとかパスをつなげば、あとはなんとか得点までつなげてくれるため、チームの共通認識として彼へボールを届けさえすればなんとかなると思わせてくれる。それがアンリという選手の恐ろしさでした。またカットインシュート、裏抜け、味方のチャンスメイクと、ただのストライカーではなくスピードと技術を生かして多くの場面で貢献することができるため、アンリが一人チームにいるだけで攻撃はかなり活性化されていました。その後アーセナル晩年からバルサ時代にかけてスピードは衰えを見せ、役割も変わったことから得点に直結するシーンはかなり減りましたが、アーセナル全盛期インビンシブル時代に見せたアンリの瞬間火力は未だ私も記憶の片隅に残っています。現在はモナコでの暗黒指揮官時代を経由してフランスのオリンピック代表指揮官を務めており、残念ながらフランスは準優勝に終わったものの、母国開催となったパリの地で見事な戦いを披露してくれました。こういった実績から将来的には A 代表や各国の中堅以上のクラブから誘いも来るかと思いますが、また彼のようなストライカーを育て上げて、かつてのアーセナルのような最強集団を作り上げてほしいと思います。続いて紹介する9人目のスピードスターは、緩急をつけたドリブルでサイドを切り裂き続けた歴代最強のカットインシューター、アリエル・ロッペン。オランダで頭角を現した生粋のウィンガー、ロッペンはチェルシー、マドリーとステップを踏み結果を残すと、ブンデス初挑戦となったバイエルン移籍を機にその能力が最大値まで開花。それまで左右どちらもこなしていたロッペンは右サイドへポジションを固定すると、緩急と世界レベルの加速力を生かしたドリブル突破で国内欧州大会で対戦相手を恐怖に陥れました。特に分かっていても止められないロッペンのカットインシュートは往年の名ディフェンダーたちの自信をコッパみじんに砕いており、同じポジションのサラーが勢いそのままにトップスピードで抜き去っていくのに対して、ロッペンは一度スピードを落とした後に急加速、最後は狭いエリアでもごまかいタッチで簡単に抜き去ってしまい、相手からすると知らぬ間にロッペンがゴールキーパーの前に侵入しているような錯覚を起こさせることもあります。そしてロッペンのカットインシュートは綺麗なカーブで巻いたファーに決めることもあれば、エンバペのように腰の急回転からニアへぶち込むことも多々あり、そういったシュートゾーンの広さはロッペンをロッペンたらしめているゆえんだと言えるでしょう。そんなある種のエゴイスティックなプレーを信条とするスピードドリブラーロッペンですが、時折見せる味方へのラストパスもセンスあふれるものであり、これまで試合数に対して多くのアシストを提供。特に左サイドのリベリーとのコンビは欧州中を震撼させた名コンビであり、彼らの名前からロベリーとして歴史上最も凶悪なウィングコンビとして名を残しています。しかしロッペンを苦しめた存在というのも、また往年のスピードスターたちが通ってきた怪我の存在であり、何度も長期離脱を繰り返し、その度にスペ体質であることを指摘されてきました。足の速さを武器にする選手ゆえに仕方がない部分もあると思いますが、ロナウドなど怪我を少なくキャリアを乗り切っている選手たちを見ていると、ロッペンもまたそういった日々を過ごしてほしかったと願わずにはいられませんよね。現在はフルマラソンを走るなどサッカー以外の新たな挑戦を行っているロッペンですが、新たな人生を楽しんだ末に再び彼のような後輩を輩出すべくサッカー界に戻ってきてくれたら嬉しいですよね。そして最後取り上げるかどうか迷ったのですが、完全自己満足でこの人物を紹介します。当時欧州最速の一人と評価され、身体能力で言えば世界最高とも呼び声高かったナイジェリアの快速男、オバフェミ・マルティンス。名前を聞いたことがない人も一定数いるかと思いますが、ウィーレをしていた人であれば、あ、マルティンスとなるほど印象深い選手であり、インテル時代はその快速を武器に前線をかき回し、ディフェンスライン裏へ抜け出してしまえばもう誰も止めることができない快速を誇りました。特に本能のごとくボールへむさぼりつくスタイルは凄まじく、少しでも近くにボールがこぼれようものなら相手ディフェンス陣を差し置いてボールへ突進し、あとはただただゴールへ向かってプレーするだけ。まさに野生という言葉が最もよく似合う選手でしたよね。またスピードだけでも世界トップクラスでしたが、時折見せる意外性抜群のアクロバティックシュートも彼の武器で、
そこから打つという体勢から放つ強烈なシュートは相手ゴールキーパーにとってシンプルに恐怖を与えました。そして何といってもマルティンスは得点後に連続バク転やバク宙など人並み外れたパフォーマンスをすることでも知られていて、こういった部分からいかにマルティンスが恵まれた能力を持っていたかが伺えますよね。しかし選手として体制することはなく、特に味方を使うプレイや頭脳を使ったオフザボールの動きなどを習得できなかった本能のマルティンスはクラブを転々とすることになり、2020年を最後にピッチを後にしています。現在はナイトクラブを経営するなど意外な話でチラチラネットを賑わせていますが、果たして彼の育成はどうなっていくのか、またサッカー界で彼の名前を見られることに期待しつつ見守っていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回はスピードを武器にゴールをぶち抜いてきたスピードスターたちを紹介してきましたが、いかがでしたか？純粋に速いというだけであれば、上げようと思えばもっと出てくるかと思いますが、今回はあくまで結果を残してきた選手たちを取り上げたかったので、9人プラスマルティンスを厳選してお伝えしました。また機会があれば、ただただ足が速い選手にもフォーカスして話をしてみたいと思いますので、その時は楽しんでいただけると幸いです。現在もスピードを武器に躍動する新たな選手たちが多数出現してきているので、彼らが織りなす新たな物語も順番に語っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。クラックフットボールでは他にも様々な企画で動画を届けていければと思いますが、皆さんからのリクエストから動画も作っていきたいと思いますので、面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。またご意見に関してはコメント欄の方でお待ちしておりますので、そちらを確認させていただいて今後の動画に参考にさせていただければと思います。それではまたお会いしましょう。